はい、今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定をしつつ、明日買って明後日もかの銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買いのコーナーです。今夜の予定ですね。アメリカ10月の住宅着工件数、建設許可件数が発表になります。20日半ですね。えー、今朝この辺出ます。ベストバイとかそんなぐらいですかね。 では、明日の予定です、21日、えー、国内全、えー、9月の全産業活動指数13時半、そして訪日外国人客数が16時に発表、引けですね、発表になりますので、まあ、その辺ちょこちょこインバウンド関連が買われたり、その鉄道系のインバウンドとかが結構買われたりとかっていう動きも、今日はあったみたいですね。 多分それだけじゃないっていうのもまたちょっと後で見ていきますが。で、アメリカの方、耐久財受注と景気先行指数、中古住宅販売が発表になります。ディアンドカンパニーの決算発表があります。というところですね。では、明日の個別材料をざっと見てまいりましょう。まあ、ちょっとこの後に、この後にって言ってもわかんないですけど、ちょっと待って、 資料を,がまとをまとめる前に発表すあ、まとめた後にか発表されたこともいろいろあるんでですね、あれなんですけどね。KR21、えー、株主優待制度を新設するという発表がありました。えー、と内容はですね、なんでしょうね、優、ま、待、あ、というか、介護施設の利用の、あれですかね。 えっと、ご覧いただきましょう。あ、また変ななっちゃった。えっ、ー、と、10月31日現在の株主名簿に記載された、えー、100株以上を保有する株主様を対象として、クオ・カード1000円分だそうです。ベタなやつでしたね。はい、ということです。もう今期は間に合わないということですので、来期買いましょう。<laughs> で、えっ、ー、と、あとですね、 続いて、ニフティあちゃちゃ、ニフティじゃない、FT、FT グループ、白、え、骨、ー、株式数の0.76%に当たら25万株を上限とした自社株買いを決意いたしましたです。自社株買い多いですね、最近ね。 まあちょっと安いところでき、ね、その会社に買ってもらって、えー、しっかり株主還元してもらいましょう。オープンハウス同じく自社株買いです。発行済み株式数の1.77%に当たる200万株を条件とした自社株買いを決議しました。であります。続いて、えー、とピクスタ。写真の販売ネット販売というかなんな、なんというか難しいですけど。立ち上がり分配5万株ですね。これは多分、まあ、あのー、 本則市場への指定買いを狙ってってことなんだと思いますんで、まあ、ちょっと5万株で、えー、規化懸念とか出ちゃうかもしれませんが、多めに見てあげましょう、ピクスタ。はい、続いて、IG ポート。子会社 GBEC の映像制作事業をサンライズ社に譲渡するということであります。譲渡益とかが出るんでしょうかね。テラスカイえー、っと、 11月27日で東証マザーズから東証一部に指定外が決まりました。おめでとうございます。そしてこちらも、えー、だいぶご迷惑をかけしたダブルスタンダードダブスター。えー、こちら11月27日同じ日付で東証マザーズから一部への指定外が決定しました。おめでとうございます。山品。 超低株ですが発行済み株式数の0.5%に当たる70万,70万株を条件とした自社株買いを決議いたしましたですそしてミネベア・三つみ同じく自社株買いです1.49%に当たる、えー、630万株を条件とした自社株買いを決議しましたですザインザインエレクトロニクス、えー、キャセイトライテックを子会社化するとこんな話ですね え何の会社かと言いますと、えー、高速インターフェースや IoT、M2M 機器、モバイル通信機器のハードウェア、ソフトウェアの、えー、開発、製造、販売、および中国 ICT 事業の開発を行う企業だそうです。で相乗効果が可能性ある のかがを有する可能性があると兼ねてから考えており4月より上資本業務的な提,提案を続けてまいりましたと。 いうことで、えー、いいんじゃないかってことで、ここで合意に至ったということです。えー具体ふたえー、革新的な価格値を提供する方針だということで、具体的には当社の半導体及びシステムデザインソリューションと、キャセイ社が提供する今後の 5G 対応モジュールや LTE、LPWA 等を含めた通信モジュール及び IoT、M2M 通信機器等の、えー、融合連携、あと高速の超低省力、 消費電力の無線通信機器を持つ新たなセンシングデバイス等の開発を活用そして中国における半導体付加価値提供の加速ということだそうです、はいまああ。どうでしょうね、結構反応がありそうですかね。ザイン続きまして全省、全勝レストラン事業の新統括会社を設立するところ急速に戻ってきます、最近ね、全勝ね。全勝グループはなんだかんだ 私は知らないうちにいろいろ言ってるんですよね。ここも前哨だったかみたいなこと結構あります。ビッグボーイとかですね。えー、知らないうちに私は言ってるんですね。東京産業、KDI グローバルマネジメントを子会社化するということでありまして、これはまた何の会社かという話ですね。ね結構多いですね。最近買収、M&A 案件ね。お金余ってるんですかね。 でちょっとこう自分とこだけでは行き詰まってきたみたいなところが見えてまあなんとか M&A する会社がないかっていうのを探しながらっていうところでしょうがえっ、ー、とこれが取得の理由エネルギー新規事業グローバルの強化に大いに資すると考えて株式の取得に至りましたっていうことだそうです。 えっと、充電器およ、充電器向け電気部品等の仕入れ販売をすしている会社うん。ちょっと情報が少ないですね。はい。だそうです。高島屋 28年満期のユーロ円建て転換社債型新株予約件付き社債を600億円発行するだそうです。以上、えー、明日の個別材料でありました。で今日を見たい特集というか、テーマなんですが、えっ、ー、と、にわかにこう同意づいているですね、ええー、なんだっけな、なんだっけな、あの、大阪万博関連銘柄なんですね。 で23日だったかなうんとそう ?23 日に開催地の決選投票が行われるということで、ひょっとしたら万博も日本に取れるんじゃないか大阪行けんじゃないかっていうですね。もし行けたら、取れたらどうするっていうことでありまして、でそんな目柄を先に仕込んでおこうぜと。で、取れなかったらもうそこを売ろうぜということであります。 え、で、もうすでにちょっと動き始めてるんですよ。えー、で、その辺の銘柄をちょっと見ていきましょう。て、もうもちろん、で、ね、鉄道関連もそうなんですよ、ね。京阪。まあ、インバウンドので、大阪、あに行くと。で、大阪行ったら京都も来て、みたいな方も多いんでしょうから、京阪ホールディングスですね。この辺。まあ、だから、その辺を含めて今日、このお、ここ最近上がってきてるというと。もちろん JR 西とかでも OK なんですけど、えー、だとか。 RSC。この辺もそうですね。警備事業をしてるということで、えー、この辺が今日、まあそ、それで同意づいてるって、そんな感じですね。あとは、えー、万博関連、カジノ関連、杉村倉庫。今日下がってますね。あと、この辺、桜島ふと。今日下がってる。まあ、昨日上がっちゃってるって感じですかね。あとは、酸性テクノロジーズ。 えー、こんな感じ。まあ、この辺が一応カジノ関連、あ、カジノ関連、万博関連名からみたいなことで、きっとこう今、注目をちょっと集めたりしているようですんで、まあ、ご興味あれば、えー、見ていただきたいなっていう、そんな感じであります。まあ、あともうちょっといろいろあると思うんで、あと、んまあ、ストレートにソースネクストとかってことでもいいのかもしれないし、うーん。 ロイヤルホテルとか。なんか他の、なんか三協、あれ三協じゃ、なんだっけな。<laughs> えっと、共立メンテナンスか <laughs>。とか。<laughs> あとはカジノカレー、日本金銭機械とか。えー、っと、何回とかでもいいかもしれないですね。かんこの前、大阪行った時は、そう、関空から、 バスに乗るか電車に乗るかもあって、まあ、電車乗ってみようかなと思って何回とか乗ったことないしな、あと、ね、何回乗ったんですね。あとは、あ、佐沼組とか、大林とか、えっ、ー、と、一県、この辺ですかね、大阪万博関連ということで、えー、見ていただければなという感じであります。では、えっ、ー、と、 明日の相場を考えてみたいと、明日上がるとか言っておいて、くそほど下がりましたけど、だいたい最近逆になってしまいますね、良くないですね。えっ、ー、と、ドル円、今、112円36銭というところ、ちょっと円高進んでおりますんで、えっ、ー、と、まあ、一応下の75日、112円23銭、24銭あたりというところが、一応、下値のめどかな。まあ 一旦突っ込んだとしてもそこで跳ね返ってくれる感じかなとは思っておりますので、まあぼちぼち止まってくれるとありがたいんですけどね。えっ、ー、と上海、上海では中国は結局ずいぶん安くなってしまいまして香港半先指数2%のマイナスで終わっております。大幅安でした。上海も2.3%のマイナス。まあだいたいこの辺緑っぽいんでああっていう感じは伝わってい,いるかなと思うんですが。 うーんと、ニューヨークダウ、えー、先物、CME ニューヨークダウ先物、グローベックス24,863ドルということで、昨日の終わりね、現物終りには25,017ドルでしたから、そこから150円、150ドルぐらい、また今安くなってるというところですね。まあ一応今の段階でってことなんで、まだわかんないっちゃも,もちろんわかんないんですけど、で、ヨーロッパがどうかっていうところですが、 ヨーロッパも、まあ、こうなってくると、やっぱり全面安なんでしょうね。イギリス、ドイツ、フランス安い。イギリス、フッチーが0.4%マイナス。ドイツ、ダックス指数が0.9%マイナス。フランスが0.67%マイナス。スイスだけプラスって感じですかね。あと、イタリア0.7%マイナスと、そんな感じになっておりますんで、まあ、ほぼほぼ全面安。まあ、ここからニューヨークどう頑張れるかっていうところでありますんで、えー、なかなかちょっと、えー、ハイテクが下げ止まらないと、下げ止まったの確認しないときついですかね。やっぱり、 あ新たに、まあ、改めてというか、あのー、アップルがその増産を今までそのサプライヤーの方に依頼していたのを、それを、えー、3分の1中断するみたいな話が、ウォール・ストリート・ジャーナルでしたかね、ちょっと発音おかしかったですけど、<laughs> なんかが、ね、書いてたという話でしたんで,したんで、まあ、その辺を嫌気した動きっていうのがまだちょっと続いて、まあ、分かっちゃいたけど、うん嫌気した動きがあるのかなと。アップル自体がじゃあそれでよ その利益が全然出せなくなるとかってわけでも,もちろん今ないわけですけど、な、なかなかね。えー 他への影響は大きいよねっていうことです、そのハード面が売れないとっていうそんなところはあるのかなと思います。で、そんな感じを受けてですね、CM に、えー、CM じゃないね、対象のニニコ先物2万1430円ということで一段安い150円ほど今現物割のよりのより安いんですが、えー、安いところ先ほど2万1370円まで下げておりますんで、またちょっと2万1000割が見えてきてしまってるが2万1500円でちょっと止まらなかったですね。ここのところはなんとか2万1500円でなんとか跳ね返ってくるようなところだったんですが。 ちょっととこここ止まりまりせんでした今のところね、えー、どうです下突っ込んでしまうのか2万1000をまた割ってしまうようなところまで下がるのかどうかっていうところがちょっと今注目されるところですねちょっと心配でありますんで、まあ、今夜、えーまあ、なかなか強気にはなれないところですけど、まあ、ちょっと覚悟をしておかなきゃいけないところですねでまた え週末、木、金ともアメリカないようなもんですからちょっと動きづらい事情もあります、ね、一旦ここでポジションを、えー、ある程度崩しておこうという動きの売いも出てくるのかもしれない日本も金曜日休みですからなかなか動きづらい1週間というところもありますので、えー、何調査ただ、まあ、今の段階で2万4 2 0円という先物の,の価格になってますが、えー、1日おきに動くという最近の流れを考えたらひょっとしたら明日は高く返ってくるかもしれないですね。 <laughs> 朝起きておお上がってるやんってこともあるかもしれませんので。えー、とは言いながら、ちょっと厳しいんだろうなっていう。まあ、この、これぐらいの、まあ、500円割れとかっていうのはちょっと覚悟しなきゃいけないんだろうなって現物の方もね、みたいなことはちょっと思っております。ので、やっぱり、まあ、その、まあ、万博とかでもいいですし、ディフェンシブ狙いっていうのは引き続き継続していただくとよろしいのかなと思っております。以上、静かやすけの明日はこれを変えでした。